はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、葛飾区の亀有に来ております。亀有といえばね、こち亀とかで知ってる方もね多いかと思うんですけれども、実はですね、僕が通ってた高校がですね近くにございまして、まあちょっとね久々に訪れて懐かしい気持ちもございますが、本日ね撮影でいただいていくのがラーメンでございます。今回はですね、麺道六伝さんという昨年のですね9月にオープンした新店でございまして、すげーうまそうなね手もみのチンタンラーメンから濃厚系のつけ麺なんかもやっている、すでにね新店なんですけど人気店となっているお店みたいでして、本日はねそちらの六伝さんで、まあ、ラーメンをね5杯ほどいただいていこうかなと思っております。早速ですね、こちら僕の後ろお店着きました。本日のお店はこちら麺道六伝さんでございます。ありがたいことにね、お店さんのご厚意で、本日の撮影は営業時間外に行わせていただきますので、おしゃべりをしながらラーメン食べていこうと思います。ということで、ただいまですね、六伝さんの店内に入っております。本日はですね、通常の中華そば塩とで、つけそばの醤油で、濃厚つけ麺に辛味噌ラーメンで、最後に混ぜそばという形でご飯いただくんですけれども、ご飯物もですね注文してしまいましたので、通常のね、大きいサイズではございませんが、がっつりとね、大食いしていきたいと思います。ということで、本日ですね、一杯目いただきますラーメンが、中華そばの塩でございますね。まあ僕なんで、ちょっと追加でですね、海苔トッピングさせていただきました。早速ですね、こちら出来たて、いただきたいと思います。まずは、こちらのスープでございますね。あ、うまい。めっちゃうまい。スープ自体はね結構優しめではあるんだけど、あの魚介由来の塩分しっかりと効いてて優しいんだけどね、パンチのある中華そばに仕上がってますね。めっちゃうまい六善さんはですね、この中華そばとか完全自家製麺で手打ち麺になってまして、このピロピロ麺でございますよ。めちゃくちゃうまそうだわ。うまっ。うわ、ね、しっかりとね高ついなんで、小麦粉のね香りも甘みもしっかりありますし、かつねこれしっかりとスープ吸ってくれるので、この麺とスープの一体感たまんないですね。めっちゃうまい。ちょっと今ね、うまくてガッツリすぎちゃって、もうなくなりそうだったんだけど、忘れてました。六伝さんにはですね、卓上に調味料ももちろんございまして、このお手製生姜という卓上が、塩の中華そばにめちゃくちゃ合うらしいので、これ、がっつりとね、いかせていただきます。ちょっとじゃあ、今回はですね、これ海苔、贅沢にくるませていただいて、絶対みんなやった方がいいですね、この生姜入れめちゃくちゃうまいですね。結構ねカッチリとしてるんだけど、この生姜を入れることによってかなりねマイルドさが増すので、中盤以降に入れると本当にねいい味変になるんで、ぜひね皆様もお試しください。ちょっとですね、もう今回中華そば並盛りで注文したので、でね麺が僕にとってはねまだまだ食べたいということで、あえ玉の塩を注文させていただきました。つけて食べたいんですけど、そのままでね、まず一口目は行かせていただきたいと思います。通常の中華そばの麺は結構高水のもちもちっとした感じの食感なんだけど、あえ玉の方は見て分かる通り細麺で、つるパツッとしたような弾力しっかりある麺なんで、またねこの差がいいですね。つけちゃいましょうか。うん、うわ、またつけると一層うまいですね。うまっ。ということで、この後もですね、まだラーメンが4杯あって、ご飯もね
2種類ぐらい注文してるんですけど、そんなことも忘れてですね、1杯目から間も注文してだいぶ大食いしてしまいました。それぐらい美味しかったです。すいません。ってことですね、ただいま2杯目のメニューが到着いたしました。つけそばの醤油で麺ね、大盛りさせていただきました。せっかくなんでね、こちらも海苔増しということで、こちらもね、早速いただきます。こちらのつけそばの麺なんですが、先ほどの天もみ麺とは違って、おそらく和え玉とかに使われてるこの細麺タイプでございますね。ちょっとこれも麺だけでいただきます。うまっうまっ。ちょっとね、この辺りでコンビニでおすすめということで、卓上にね、このだし塩がございまして、このお塩と麺だけでもめちゃくちゃうまいらしいんで、これちょっと麺にこんな感じであえさせていただきます。本当にね、これだけでもう一商品ぐらいうまいっす。ちょっとね、あんまりにも食いすぎるとつけ汁につける分がなくなっちゃうので、この辺りでつけ汁つけていきますか。これまためちゃくちゃうまそうですわ。よいしょ。あ、うまっ。この麺丼に入ってるこのだし汁のおかげで、よりね、こうだし感があるというか、あっさりさっぱりしてるんだけど、こうコクと深みがあって、これめちゃくちゃうまいっす。うわー、うん。僕個人的にですね、こっちのタイプのつけ麺で好きなトッピング味変がありまして、麺丼の方にこの唐辛子をかけるっていう、つけ汁に入れちゃうとね、全体に広がっちゃうんで、あえてこの麺丼にかけさせていただいて、これをつけていく感じですね。こんな感じでね、唐辛子つけてる部分はつけ汁につけずにと。うまっ。ちょっとね、もう麺ほぼないので、ここに、うわ、昆布水、まあ、だし水ですね、これあえさせていただいて、うわ、うまっ。うわ、これめっちゃうまっ。本当にね、飲み干したいところなんですけど、今日はこの辺りでスープ止めておきたいと思います。2杯目もごちそうさまでした。ということでですね、本日3杯目にいただきますメニューが到着いたしました。こちら本日がですね、これ3杯目濃厚つけ麺ということで、今現在はですね、まだ限定で1日10食ほどしか提供してないみたいなので、ぜひね、ちょっとこのつけ麺食べたい方は早めにね、来店していただけると間違いないかと思いますが、早速ね、こちらもいただきます。こちらが本日初めてお目にかかる太麺でございますね。これまたうまそうだ。入っている、魚粉であったりとか唐辛子の部分はまだ混ぜずに、一旦ね、ちょっとこのまんまいかせていただきます。うわ、またこれつけ汁はさ、よく麺に絡みますわ。うまっ。見た目に反してガツンとした感じは控えめで、すごくね、マイルドで優しいつけ麺なんですよね。
うん、うまっ、うまいわ。卓上にはね、あの和風だしのスープ割りが置いてあるんですけど、そのまんまで全然いけちゃいますね。ちょっとこれ食ってほしいな。ということでですね、3枚目のつけ麺完食いたしました。ちょっと動画でどうなってるか分かりません。感動いっぱいしちゃってですね、話しすぎたのでバッサリカットしてるかもしれませんが、いろいろ喋ってる部分はね、まあ、それぐらい本当美味しいつけ麺でございました。ということで本日4杯目到着いたしました。辛味噌の本日特製を注文させていただきまして、ご飯物としてこれ味噌チャーシュー丼も注文しております。さすがにね、ちょっと辛味噌系はご飯食べたいでしょうということでご飯とね一緒にいただきます。これまたうまそうだ。スープうまそう。うわうま。あのね、めっちゃうまいっすめっちゃうまいっす。赤味噌系のコクとこの白味噌のね、もったりとした甘さもしっかりと残ってて、この味噌めちゃくちゃうまいっす。うわちょっとこれ、うわすするとなお白味噌の甘いこの優しい香りと唐辛子のちょっと香ばしい香りが一気にふわってあって、めちゃくちゃうまいっすね。ちょっとこの辺りご飯もね、そしたらちょっとこの辺りでですね、お店おすすめ辛味噌にはこの卓上のリンゴ酢が合うということなので、もうね半分ぐらいになってますから、一周回しかけて、うん、あ、さっぱりして美味しい。結構ね、先ほどお話ししたように、もともとこのラーメン自体その白味噌のね、甘いもったりとしたコクとかもあるので、お酢回しかけるとまったりもったりした感じもさっぱりとして後味がいいんで、終盤に試すと食後もね、なんかいい感じで終わると思うよ。あ、うまっ、うまっちょっと最後4杯目はね、あちたまで行かせていただきます。またこの味噌に味玉が合うわ。4杯目もお疲れ様でした。ということで本日ですね、最後5杯目となりますのが特製の混ぜそばでございます。シンプル系の混ぜそばたまんないですねこちらもいただきます。ここはなんで、まずはねこれ具材、背脂とかも入ってますんで、しっかりと混ぜさせていただいて、皆さんこれどうでしょうか。この見た目やばいっすね。でもツヤ感がもうたまんないです。
見た目通りね、結構油そばっぽい感じもあるんだけど、ちゃんとねこのだし粉の香りとか、何よりもやっぱ醤油とかもねすごくこだわりがあると思うので、やっぱ単純な油そばじゃなくてあくまで混ぜそばになってるんですよね。食べたいな。そしたらちょっとこの辺りですね、まあ、別添えでいただいてますニンニクがありますんで、ちょっとこのニンニクもちょっとこれ食べなくても分かりますね、これ絶対うまいっすね。 100% うまい匂いがするんですけど。ニンニク合いますね、これ急にジャンクになりますね。ただいまですね、こんな感じで麺はほぼほぼ食べ終わりました。なのでこの辺りでですね、この注文したライスをドボンといきまして、このね締め用に味玉も取ってありますので、一緒にちょっと混ぜるわ。ということでこちら最後締めこんな感じです、いかがでしょう。あーもうダメだ、あの撮ってる場合じゃない、いただきます。ちょっとめちゃくちゃうまい。皆さん混ぜそば頼んだ際には締めやってください、マジうまい。はい、ということで、ただいまですね、最後の5杯目ですね、この混ぜそばで締めのライスまでしっかりと完食させていただきました。ごちそうさまでした。ということで、本日はですね、麺の6膳さんで麺類いただいてまいりました。で正直ですね、もう終わりかと、まあ、悲しくなっちゃうぐらいですね、全部美味しかったです。六前さんの位置であれば全然ね通える距離に昔は地元としてね住んでたんですけど、今はもう川崎の方に引っ越してしまいまして、引っ越したことを悔やむぐらいですね、通いたいなって思うぐらいね、本当に美味しいラーメンの数々でございました。このね六前さんではチンタンからまあ濃厚系、まあ限定だったりはするんだけれどもね、いろいろと種類ございまして全部間違いなく美味しいので、美味しいラーメンやつけ麺混ぜそば皆様も食べてみてください。ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画だと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価、またですね最近ではサブチャンネルでも活動を行っておりまして、そちらはですね概要欄の方からチェックしてみてください。それでは次の動画でお会いしましょう。じゃあね。はい、ということで本日も動画ご視聴ありがとうございました。本日の米編コーナーなんですが、前回上げさせていただいた動画、お寿司屋さんの動画でレベゼン地球のフォイさんとよさこい番騎士のわきおさんたちと一緒にですね、コラボ動画撮影させていただいたんですけれども、そちらのコメントについてですね、やっぱりちょっと多くいただいた2つのコメントがあったので、そちらのね、ご返答をさせていただきたいと思います。まず、はじめにですね、間違いの訂正といたしまして、僕自身ですね、オープニングの方で、信濃町と言ってしまったんですけれども、もちろんですね、あちらの駅の読み方は、信濃町ということで、まあ、当たり前ですよね。僕自身もですね、足立区という、まあ、一応23区にもともと住んでおりまして、一応ね、二十数年都内で生きてきたのにもかかわらず、まあ、信濃町の読み方を間違えるという、まあ、かなり凡ミスをしてしまいました。うちの妻にもですね、そんだけ都内の方で生きてきたのに間違えたのと、まあ、ちょっとね、怒られました。はい、すみません。訂正させていただきます。信濃町ではなく、信濃町でございます。そしたら、本日ですね、二つ目のコメントということで、ちょっとね、こちらの方も多数コメントいただいたので、表示はしませんが、ほえさんやね、わきおさんとコラボが意外すぎるということで、正直、僕も意外すぎました。前回ね、撮ったそちらの有楽町鍵田さんというお寿司屋さんの、まあ、こう、アテンドというか、場所をね、準備、提供してくれたのが別の方でして、
その方がなんかこう皆さんをね用意してくださったというか、まあ、あの呼んでいただいたというか、もともとホイさんやワキオさんも面識が実はありまして、ホイさんとも飲み会というかご飯行ったこともありますし、ワキオさんに関してはね以前僕が所属してたキーという事務所に同じ時期にまあ所属してたので、まあ、そういったところで面識はあったんですけど、まさかねちょっと撮影で一緒になると思いませんでした。まあ、本当にねお二人ともすごくいい方で面白い方なので、ちょっとね皆さんには申し訳ないんだけれども、普段の動画とは違ってちょっとこううちわ乗りというか地元乗りみたいな感じでこうわちゃわちゃとね楽しくご飯をさせていただいたので、僕自身もね、まあ、ちょっといつもの動画と違って、まあ、楽しい雰囲気で撮れたかなと思います。とは言ってもですね、普段のもちろん見ていただいている動画のテイストとは違うので、正直めちゃくちゃ数字の伸びが悪い、それはねもうしょうがないんだけれども、いつもとねちょっと違ったような楽しみ方もできる動画とはなっておりますので、まだね前回のお寿司屋さんの動画見てないよって方はぜひですね、そちらもご覧いただければと思います。ということで本日の米編コーナーはこんな感じとさせていただきたいと思います。ちょっとねいろいろコメント拾いたかったんだけど、あまりにもこの2つのね、コメントが多すぎたので抜粋してお話をさせていただきました。そしたら次の動画でまたお会いしましょう。じゃあねー。